関正則、向井仁紀、カードを掲げよ。そして叫べ、開戦の呪しを。宿命に決着を。デバイン黒弦だ。これより宿命決戦第3戦を始めよう。スタンドアップ、ヴァンガード、マガススリ、天剣の騎士アドミス。俺のターン、神探アサリにライド、ターンエンド。俺のターン、転送の騎士トランキリアにライド、スキルで1枚ドロー、トランキリアでアタック。ノーガード、ターンエンド。ケテルサンクチュアリの騎士たち、君がそれを使うとはね。これが今の俺だよ。俺のターン、祝宴崎にライド、スキルで悪しき夢を手札に加える。フィランダをコール、スキルで1枚ドロップに。悪しき夢をプレイ、1枚ドロー。そしてオーダーを使ったことによりドロップから方向の極竜をコール、パワープラス1万、神明の海峡をコール。フィランダでアタック、ガード、祝宴崎でアタック、ノーガード、方向の極竜でアタック、ガード、ターンエンド。俺のターン、天宮の騎士サーディオスにライド、トランキリアのスキル、山札の上5枚からジェルメントを手札に加える。カルブレをコール、スキルでワフティングオールをコール、ジェルメントをコール、カルブレでアタック、ガード、サーディオスでアタック、ノーガード、ジェルメントでアタック、ガード、ターンエンド。使うカードといい、ファイトスタイルといい、真偽にそっくりだ。真偽とはよくファイトしたよ。あいつってば無邪気に人のことボコボコにするタイプでさ、俺も乗ってきちゃって狂ったようにやり合ってた。勝っては負けてを繰り返して、ドロドロのぐちゃぐちゃ。あれはさ、悪くなかった。真偽との最後のファイトは俺の負けだった。その後すぐ死んじゃったからさ、あいつの勝ち逃げだよ。やってらんないよね。真偽への借り、弟の君に返しちゃおっかな。俺のターン、混沌の舞台にて地獄よ踊れ、ライド、近畿の運命者ドルガネイダール。祝宴崎のスキル、ドロップの悪しき夢を手札に加える。神明の海峡のスキル、フィランダと方向の極竜を退却させ、ドロップのよるべなき魂を手札に加える。ゾルガのスキル、ドロップからフィランダ2枚をコール、パワープラス5000、よるべなき魂と連続の悪劇を魔合成。ゾルガのドライブプラス1、さらにアタック時スキルを与える。ドロップから方向の極竜2枚をコール、パワープラス1万、クリティカルプラス1。正則さん、いい感じですね。ドロップと盤面を手足のように操るスタイル、嫌味なくらい上手です。ドロップからリアガードをコールし強化する。正則、君とのファイトはいつだって刺激的だ。なんのなんの、お楽しみはこれからさ。方向の極竜でアタック、ガード、インターセプト、ゾルガでアタック。オーダーで得たスキルでジェルメントを退却させ、ゾルガのパワープラス1万、ノーガード。ファーストチェック、セカンドチェック、サードチェック、クリティカルトリガー、方向の極竜のパワープラス1万、ゾルガのクリティカルプラス1、方向の極竜でアタック、ガード、ターン終了時ゾルガのスキルでコールしたフィランダは退却。宿命決戦に参加するのは願いを叶えるためだって言ってたじゃない。その願いってのはやっぱり真偽を生き返らせることなんでしょ。世界の命運と最愛の兄を天秤にかけてしまう俺みたいな、そういう締めっぽくて身勝手なの、人間臭くて最高よ。兄さんを生き返らせたいのは正則、君の方じゃないか。
たとえ禁忌に触れようともね。言うじゃない。もう一度兄さんに会いたい。その考えが一度でも頭をよぎらなかったといえば嘘になる。でも俺はとうの昔に兄さんの願いを受け取り、ここに立っている。俺のターン、掲げよ愛しき者を守る剣。守護の宿命者オールデンにライド。オールデン、面白くなってきたじゃない。サーディオスのスキルで山札の上5枚からラシオネールをコール。スキルで1枚ドロー。そして守護展開、ディバインスキル発動。山札の上7枚からジェルメントとライトリーズをコールし、そのユニットは次の相手ターン終了時まで効果で退却しない。そしてオールデンのスキルによって押し出され退却するユニットは手札に戻る。ここでラシオネールのスキル発動。同じリアガードサークルにスキルでコールされたユニットのパワープラス1万。再びラシオネールをコール。スキルで1枚ドロー。フフプリをコール。リアガードを無駄死にさせないスキルか。さすがは騎士様。守護こそ騎士の本懐。行くぞ。ラシオネールでアタック。ガード。ジェルメントでアタック。ノーガード。オールデンでアタック。スキル発動。1枚ドローし、手札からジェルメントをコール。そのユニットは次の相手ターン終了時まで効果で退却せず、パワープラス1万。そして元いたラシオネールは手札に戻り、そのスキルによってジェルメントのパワープラス1万し、もう1枚のジェルメントをスタンド。ノーガード。ファーストチェック、セカンドチェック、フロントトリガー、前列のパワープラス1万。さらにパワーが上がっちゃったよ。参った参った。ダメージチェック、ラッキーヒールトリガー、ザルガのパワープラス1万、ダメージ回復。まだ終わりじゃない。ジェルメントでアタック。ガード。もう1枚のジェルメントでアタック。ガード。ターンエンド。1ダメージに抑えるとはさすがだね。だが守護のデッキの真骨頂はここからだ。潰しがいがあるね。俺のターン、ペルソナライドザルガンネイダール。神明の海峡のスキル、方向の極流2枚を退却させ、ドロップのオーダーを手札に加える。ザルガのスキル、ドロップからフィランダ2枚をコール、パワープラス1万。さてどのオーダーを魔合成しようかしら。ジェルメントが2枚ね。オールデンがいるとき、インターセプトでシールドプラス2万されるカードだ。よく知ってるじゃないか。ぜひとも退却させたいけど、守護の力で退却させられないか。仲間を守り、そして守られる、それがオールデン率いる守護のデッキだよ。そういうことならさ、単純なパワーで押し切るのもありでしょう。カバネの印とこんだけの勝機を魔導性。ドロップから神明の海峡をコール。さらにドロップから登場したリアガードのパワーをプラス5000、前列のユニットのパワーをプラス5000するスキルをゾルガに与える。ドロップから方向の極流をコール。パワープラス1万、クリティカルプラス1。ドロップから五輪の開幕をコール。パワープラス15000、クリティカルプラス1。準備は万端のようだね。さあさあさあ、どこまで守りきれるかな。五輪の開幕でアタック。ノーガード。ダメージチェック、1点目、2点目、クリティカルトリガー、オールデンのパワープラス1万。まだまだ、ゾルガでアタック、そして禁忌蔓延、デイバインスキル発動。満を持してってところか。ゴーリンの海馬とフィランドをスタンド。もう一回遊んでちょうだいよ。ガード。ファーストチェック、
セカンドチェック、クリティカルトリガー、方向の極流のパワープラス1万、クリティカルプラス1、すりつぶせ、方向の極流でアタック。ガード、ジェルメント2枚でインターセプト。それぞれのスキルにより合計シールド値6万。おおっ、降臨の回までアタック。完全ガード。ターンエンド、守護のデッキとはよく言ったものだ。当然さ、これは俺の決意の証でもあるのだから。へえ。俺とギーは兄さんの願いを背負いここに立っている。俺たちの願いは全ファイターの幸せを守ることだ。俺のターン、ドロー。信じていたよ、君なら必ず答えてくれるぞ。ペルソナライドオールで。いいね、決着つけようじゃないの。ラシオネールをコール、スキルで1枚ドロー。ライトリーズを前列に移動、グルカントをコール、ライトリーズでアタック。ノーガード。ライトリーズのスキル、オールデンのパワープラス1万、ラシオネールでアタック。ノーガード、ヒリヒリしてきたじゃない。オールデンでアタック。ノーガード。マサノリ、俺は兄さんの意志を継いで未来に進むぞ。勝者、守護の宿命者。